こんにちは、ビリジェンド田中です。今回は二頭筋の効かせ方を解説したいと思います。動画の概要欄には公式 LINE やお得なセール情報も掲載されておりますので、ぜひご確認ください。上腕二頭筋のトレーニングというのは、結構難しいと思います。私自身も、パワーリフティングで基本的には重りを振り回すというか、高重量をこなすということにフォーカスしたトレーニングを行っているので、二頭筋のトレーニング結構苦手ですし、全身のバランスの中でも二頭筋というのは発達が遅れていると思います。トレーニング何でもそうだとは思うんですけど、他の部位のトレーニングと同じく重量をこなすっていうのはある程度ベースにあって、しかるべき考え方だと思いますが、二頭筋は比較的小さい筋肉なので、二頭筋にしっかり負荷を乗せるっていうところですね。重量をこなすトレーニングではできる範囲で負荷を乗せる、ネガティブでしっかり負荷を乗せるっていうことを行っていくんですが、二頭筋にしっかり重量を乗せるっていうところも身につけないといけない技術だとは思うのですが、これがやはりなかなか難しいですよね。どうやって二頭筋に乗せたらいいのとか、乗ってる感覚が分かりにくいっていうのは、私自身も二頭筋の感覚が鈍いタイプなので、なかなか効かすという感覚はつかみにくいです。ただしですね、フォーム少し意識すると二頭筋に乗っている感じをつかみやすいので、その方法を解説したいと思います。よく強い選手とか有名な選手がバーベルカールを今回ちょっとやってみるんですけど、肘を曲げるときにですね、一旦二頭筋にしっかり乗せて、そこからカールをすると、しっかり二頭筋に乗りますよっていう説明がされると思うんですけど、感覚が鋭い人はね、それで確かに一旦二頭筋に乗る感覚を作って曲げるといいんだっていうのをね、一発でつかめる人は、そういう人はね、才能がある人だと思います。で、僕は逆にそういうのはなかなか鈍かったので、二頭筋に乗せるっていうところの感覚が鈍い私みたいな人でも、比較的その感覚がじゃあどうやってつかみやすいのかっていうところを解説したいと思います。肘が伸びきった状態っていうのはですね、二頭筋だけじゃなくて上腕筋とかですね、二頭筋以外の筋肉も使われるので、一旦伸びきった状態を10センチ15センチぐらいちょっと動かして、これは二頭筋に入らない状態になっているので、ちょっとだけ上げると。で、こうやって上げるだけでも二頭筋に乗ってる感覚がつかみやすくなります。でもですね、私もそうなんですけど、それだけだと二頭筋を使わない体の使い方ですね、他の部位を使って重りを持ち上げるっていうのが、本来の効率の良い重りをこなす体の動かし方なんで、それでも二頭筋に入りにくいと思うので、そこからですね、もう一つスピードっていう要素を足すと、より二頭筋に入りやすくなります。10センチ15センチ最初に曲げた状態を作ると言いましたけど、ここからですね、いきなりスピードを速く加速させちゃうと、二頭筋に乗ってる感覚を使う前に動作が終わっちゃうので、曲げて最初のところをスピードをあえて上げすぎずに曲げてみてください。乗らない方法は、ちょっと曲げてもスピードを出しすぎると二頭筋にあまり入ってる感じはしないです。曲げた状態から最初の動き出しをスピードを。このぐらいの速さですね。あえてここを加速させすぎない。ここで加速させすぎずにゆっくり曲げていくと、より二頭筋に入っている感覚が得やすいと思います。で、これで二頭筋に入る感覚を掴んだら、もちろんその感覚がない状態で重りをね、使って分回してネガティブだけ負荷をかけるっていうやり方ももちろんありだし、今の感覚をつかんだら、なるだけその形は踏襲しつつ、10キロの重りつけたり5キロの重りつけたりして負荷を上げて、完全にこの丁寧な形はできないけど、なるだけその形に寄せて、二頭筋を意識しやすい、ちょっと浮かしてここに乗ってる感じをつかんで、加速させずに
じわっと曲げていくっていうのもやっていくと、肘を曲げる動作でも、まあ、二頭筋をより多く使うような感覚が鍛えられて、その中でも重量をできるだけこなすっていうトレーニングのうまさも身についてくると思うので、まあ、そういうやり方を一回試してみると良いかなと思います。おさらいでもう一度、動きとしては伸びきった状態からじゃなくて、ちょっと曲げた状態を作る。でここから最初に加速させすぎずに、ちょっと曲げた状態を作る。動き出しを加速させすぎずに曲げる。まあ、この順番でやっていただくと、二頭にしっかり乗せて曲げるっていう上手い選手のやり方の感覚が少しはつかみやすくなるかなと思います。まあ、二頭筋のトレーニングが、ね、苦手な方はぜひこの方法も試してみてください。参考になった方はグッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。ビリジェの公式 LINE ではお得な情報も配信しております。新商品の情報やお得なセール情報も掲載されておりますので、ぜひ動画の概要欄をご確認ください。それではまたお会いしましょう。ありがとうございました。